本日は月日本町夏の夕べご縁フェスタにお越しいただき誠にありがとうございます。月日本町の盆踊りでは8月突如生まれた櫓やさまざまなお店に驚かれた方も多いのではないでしょうか。おととしの平成26年6月6日、浄土真宗の本願、京都の西本願寺において、御門主の裏通りの儀式、本尊継承式が執り行われました。これにより、新たに本尊に就任となりましたのが、浄土真宗の本願寺派、ラビ25代、聖武少年。近隣にお住まい、お風呂でいらっしゃる皆様にもご祝福いただきたいと思い、この御殿フェスタを開催することになりました。なお、御殿フェスタは本日の夜に2日間の開催となっております。それではここで明日の日程のご案内をいたします。13時30分に境内公開団前におきまして、京橋築地小学校6年生によるマーチング演奏、14時より本尊館にてマイポール合奏会がございます。その後15時より浄土真宗本願寺派第25代千代の主御印入りのもと記念式典がございます。記念式典に続きまして、15時50分より浄土真宗本願寺派特命教師斎藤聡文氏によります記念教がございます。そして夕刻17時より築地本願寺夏の夕べご縁フェスタがスタート。大会に先立ちまして大江戸助六大子様による太鼓の演奏体験コースが終わります。演奏に引き続き境内におきまして築地本願寺名物森の木大会が開催されます。この森が単なる黒町ではございません。90分のロング黒町カットをすると、そこには本願寺のマークが、さながら本願寺巻というロングストマキでございます。森学大会終了後、大森大会が始まります。詳しくは境内にてお配りしておりますパンフレットをお確認ください。それでは、やり方のように、スケルトライブの皆さんのご準備に臨みました。休憩時間を終え、最後、クライマックスに向けて、一日の盆踊り、また再開させていただきます。先ほどの曲から、もう一度繰り返していきましょう。これが、お江戸のコンダンス。これが、お江戸のコンダンス。右回りでお願いいたします。
これでよろしくお願いします。さあ、中央区の御江戸の盆ダンスに続きましては、皆さんお待たせしました、ホームランバンド築地場内市場へ、ポーンと後ろへと上がり